うちの3歳の娘の方が上手くて草。さすがにこれはそう思う人がいてもいいでしょうとは言えません。ダメです。 同じ子育てててをしししいる親世代として一言申し上げます。自分の子供の能力を誰かと比べるような教育はよくありません特に絵画の評価については何と言えばいいか難しいと思いますができるだけ思いっきり褒めてあげてくださいただし「上手」上手「うまい」という言葉は極力使わないようにしますうまさばかりを褒めると技術ばかりを高めてしまうようになりこれから先の時代を生き抜くために必要不可欠な AI にはできない人にしかできないこと 想像する力の乏しい人間になってしまうからです。人の作品と比較することなく、できるだけ具体的に作品のディティールや創作プロセスを褒めるようにするといいですよ。あと、こんなコメントを自分の親がしていると知ったら、子供はどんな気持ちになるでしょうね。考えてみてください。幸せな家庭を築いてくださいね。子育てに奮闘するお父さんお母さんを応援してます。ありがとう